こんにちは。我が家の食虫植物たちも冬場管理する場所への設置が大体終わりましたんで、今回それを皆さんにも見ていただきたいなと思って動画を撮っております。まずはこちらの無加温フレーム内なんですけども、前回紹介させていただいた時はアデラエとウツボカズラはすでに入っていた状態だったんですけども、現在はそれに加えヘリアンフォラ、それからセファロタスも入れております。まあ、ここにもう一つ置けるようなスペースありますけども、大体もういっぱいいっぱいな状態ですね。で、この設置場所なんですけども、秋冬は午前中大体3時間半から4時間ぐらいは直射日光が当たる場所です。なのでこう締め切っていると冬場でも中の温度がかなりこう高温になってきます。まあ、ただ、本当にこう本格的に冬がやってきたらですね、まあ、締め切った状態でもまあ30度いかないかなぐらいなんで、まあ、その時になれば締め切ったままの状態でもまあなんとかいけるんですけどね、まあ、今の時期はちょっとこう開けておかないともう40度近くまで上がってしまうこともあるんで、このように開けております。で、現在このように上に日よけをしていますけども、これは去年あの同じ場所に水槽を設置していた時に使っていたもので、まあ、今回は水槽を使わずにこちらの方で、全部まとめて冬場管理するんで、今年はこの日よけをですね上にしております。でもこれでもですねだいぶこう違いますね。で、この無加温フレーム内のツボカズラたちなんですけども、まあ、今現在でもこのようにつるの先が膨らんできていて、まあ、ゆっくりとでも、まあ、つぼはできてはいるんですけども、やはりこういった環境下なんでどうしてもこう大きなつぼはできませんね。ただこちらの、ベントリコサとイネルミスの交配種、まあ、このように現在つるの先が膨らんできていますけども、これは、イネルミスのつぼの特徴がもっと出るようなですね大きなつぼをつけてくれればなっていうふうに思っているんですけども、なかなかねこういった環境下では難しいですね。続いてこちらは先ほどの無加温フレームの真後ろになるんですけども、去年はこの台の上に60センチの水槽を置いて、ヘリアンフォラアデライを入れていたんですが、今年は水槽使わないんで、こちらの方に、このサラセニアをですね置いております。まあ、こちらのベランダはまあいわゆるまあマンションのベランダでこう囲まれているので、あまりこうまあちょっと風はね今ちょっと吹いてますけども、あまりこう強い風がバーッと吹き込んだりはしないんで、まあこういった背の高いサラセニアを置くにはですねいい場所なんじゃないのかなと思ってこのように置いております。まあ、こちらも秋冬はですね午前中3時間半から4時間ぐらい直射日光が当たる場所です。このサラセニアたちなんですけども、まずはこのフラバ、まあ、私の栽培技術が足りないのが一番の原因なんですが、今年はあまり太くて立派な捕虫ができませんでしたね。まあ、中にはそこそこのものもあったんですけども、枯れてカットしてしまったりして、まあ、今現在残っているのはこのようにひょろっとした細長いのばかりですね。まあ、来年は技術を磨いて、太くて立派なですね捕虫をつけさせたいなっていうふうには思っております。で、まあ、一つの対策としてですね、まあ、上手な方はねこの花を咲かせていても立派な捕虫をつけさせていますけども、この花芽をですね来年はこう春出てきた時早い段階でカットしようかなっていうふうに思っております。ただこの花をカットしたからといってね太い捕虫ができるわけではないんですけども、まあ、一応対策としてやってみようかなっていうふうに思っております。で、続いてこちらの奥のこれはルブラのガルフェンシスっていう種類なんですが、まあ、これは今年結構いい感じに育ってくれましたね。で、こちらの網目模様が美しいこれはジュディスフィンドルという交配種なんですけども、まあ、これは今年購入してサラセニアの育て方の動画を撮った時に植え替えに使用したものです。で、この網目模様のサラセニア、まあ、原種でレウコフィアっていうのがありますけども、これ昔といっても大昔なんですけども、ドラモンディっていうふうに言われていましたね。ただそのドラモンディがレイコフィラって言われるようになったのか、それともドラモンディっていう種類が大昔あったのかっていうのはちょっと私わかんないんですけども、最近はそのドラモンディっていうのは本当聞かなくなりましたね。続いてはビオトープのあるベランダです。こちらは先ほどのベランダのように囲いがありませんから、雨ざらし、深
吹きさらしの場所になります。また結構強い風が吹くことも多いので、背の高い捕虫葉をつけるタイプのサラセニアは捕虫葉が倒れてしまったり、また今の時期特になんですけども空気が乾燥したりとデメリットもあります。で、日照条件なんですけども、先ほどのベランダと逆になっていまして、秋から冬にかけてはあまりこう日が当たりません。ただ春から夏にかけては午前中しっかり日が当たって、午後からは日陰になってくれるんで、まあ、夏は遮光なしでも、栽培できるっていうメリットはあります。私はもともとこのブロックで囲まれたこの場所だけで食虫植物を栽培していました。まあ、当時はビオトープにしていなくて、水盤を置いてその上に食虫植物を並べていたんですけども、まあ、家族からあまり増やさないようにって言われていたのもあって、まあ、自分にもあまり増やすと世話も大変だしっていうのを言い聞かせ、まあ、なんとか我慢しずっとやっていたんですけども、まあ、YouTube をさせていただくようになって、やはりね欲しくなりますよね、お話をしていると。なんで、まあ、家族には YouTube をしているからとかいろんなことを理由にですね、どんどんとこう場所を増やしていきました。で、今年に至ってはですね、こんな感じで、場所を増設したんで、まあ、もうそろそろ本当に怒られるんじゃないのかなと思うんですけども。で、先ほどお話ししたように、秋から冬にかけてはこの場所は、結構日当たりが良くないんですよね。で、まあ、以前から、まあ、もう少しこの秋から冬にかけて、まあ、サラセニアやハエトリソウ、特にまあサラセニアはですね、もっと日が当たるところに秋から冬も置きたいなっていうのを思っていたんですけども、で、この場所を増設した時、まあ、今ここ影になっていますけども、こちらの、まあ、ビオトープのあるようなここと比べると、まあ、秋から冬も結構日当たりは時間は長いんですよね。なんで、まあ、ここをずっとこうサラセニアだけ置いていたんですけども、まあ、今年、冬支度ということでヘリアンホラや、セファロタスの向こうに置いた時にですね、なんとなくなんですけども、こちらに置いてあったハエトリソウをですね、まずサラセニアを全て出しまして、片っぽにこう置きまして、で、サラセニアをこう戻していった時に余ったのが先ほどあちらに置いてあるサラセニアなんですよね。なんでもちろん、家族からはなぜここにサラセニアがあるのかっていうふうに言われましたけども、まあ、背の高い、ね、ものだけを、まあ、チョイスしたんで、いやちょっと冬はこう風が強いから倒れてしまうからっていうことで、まあ、一応今はねあそこに置いてあるんですけども、ね、まあ、来年の春どうしようかなっていうふうに思ってるんですけども、まあね、ここら辺にも場所があるんで、受け皿ごと持ってくればね、なんとかなるかなっていうことで、まあ、こちらにヘリアンフォラや、セファロタス、アデライなんかを来年の春戻したとしても、ここがね丸々こう空いたんですよね。まあ、ここにはまた食虫植物が置けるかなっていうことでね、うん、してやったりなんですけども、ただこれ多分ねこの、動画を見られた時は、ね、多分怒られると思うんですけども、こんな感じで、冬支度終わりました。で今からなんですけども、こういった屋外栽培できる食虫植物はこれからの時期もとにかく水を切らさないようにするっていうことと、あと無冠フレーム内に入れた食虫植物なんですけども、私のように屋外に設置されている場合、真冬であっても締め切って直射日光が当たると中がかなり高温になるので、そこら辺は気をつけてあげてください。それから今年の12月そして来年の1月2月だいたいこの3ヶ月間がこういった屋外栽培できる食虫植物たちの休眠期にあたります。なので、この時期に、まあ、用土が古くなったり、あと株が増えて鉢がこういっぱいになったものの植え替えをするんですけども、栽培法によってはこのハエトリソウ毎年植え替えをした方がいいっていうふうに書かれているものもありますけども、まあ、ご自分が育てているハエトリソウのですね用土の具合なんか見て判断されて、されればいいんじゃないのかなっていうふうに思います。なんで無理して毎年植え替えなくてもですね、用土の状態が良ければもう1年伸ばしてもいいんじゃないのかなっていうふうに私は思います。今回はですね、我が家の食虫植物たち冬支度が完了したんで、まあ、その様子を見ていただきながらですね、いろいろとこうお話をさせていただきました。
このチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、それからこれから始めてみようかなと思ってらっしゃる初心者の方向けの動画になっております。これからもですね、初心者の方に分かりやすい内容の食虫植物に関する動画いろいろ出していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。あと過去の動画にも初心者の方には何かしらこう参考にしていただけるような動画がいくつかあると思いますので、そちらの方もよろしかったらまたご覧になってください。よろしくお願いします。